で、ケーキが乗ってるテーブルの上には他にパンとクッキーが乗ってまして、このパンのパーツ、これ新パーツになってますね。今まではバケット系のパーツに変わってます。こっちの方がね、やっぱりマインクラフトらしいですよね。マインクラフトのパンといったらこんな感じなので、これねすごくいいなと思いました。ちなみにこのセットにはあと2つも付いてますんで、これはね嬉しい仕様ですよね。で、今シーズンのセットの中ではこのパンパーツ、赤い馬小屋のセット以外の、セットにはねついてますんで、これはなかなかいいんじゃないかなと思います。あとこのテーブルですけど、簡単に外すことができますんで、まあこっち向きに置いてもいいと思いますし、この辺にね置いてもいいということで、なかなかいい仕様ですよね。それともう一つ、チェストのこの蓋が変わりましたね。今まではレゴのね宝箱を代用してましたんで、丸みを帯びた蓋でしたけど、今回マインクラフトらしいチェストの蓋になったということで、これなかなかいいなと思いました。で、このチェストの中ですけど、卵が入ってます。で、このチェストの裏のタイルの部分、ここを仕込めば、はい、こんな感じでチェストを飛ばすことができます。敵キャラとしてクリーパーがついてますんで、まあ、このクリーパーでチェストが吹き飛んだという感じかなと思います。あと中ですけど、ベッドが置いてありますね。なので、まあここにね、寝かせて遊ぶことができます。で、足元には作業台ということで、まあパン屋さんですけど、かまどはありません。まあマインクラフトではね、かまどを使わずに作業台で、小麦からパンを作ることが、3つでしたかね、作ることができますんで、まあなので、特にこのパン屋さんにはかまどはいらないということなんだと思います。それとこっち側、ゲートがついてて、こうやってね開けることができます。なので、まあ、このスペースでヤギをね、飼ってもいいのかなと思いました。あと屋根部分、カラーリングはねすごく綺麗だなと思いました。こっちの庇のところもねいい感じじゃないかなと思います。で、こっちもこっちもね結構高さもありますし、幅もあるので、ここから指を入れやすいですし、こっちに関してはズドンとね、上が抜けてますんで、まあ、かなりねここ遊びやすいんじゃないかなと思いますね。それとバイオームなんですが、雪原の村人がいますんで、まあ、おそらく雪原だと思うんですよね。ただ白いプレートこの部分しかないので、まああんまり雪原っていう感じはしないかなと思います。まあ、ただね、こうやっていろんな色が入ってる方が遊びやすいんじゃないかなと個人的には思いました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、200個に満たないようなセットなんですけど、麦わら帽子をはじめ雪原の村人にヤギ、チェスト、パンといった感じで、新要素がねしっかり詰まってますよね。で、パン屋さんということで、材料の小麦とサトウキビが植えてあって、あとミルクと、あと卵もね、ついてますんで、まあ、セットとしてかなり完成度高いんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は154個です。以上、レゴマインクラフトのパン屋さん211844を紹介しました。